バリーチャンネル始まるよこんにちは。はい、今回はですね、クイズいい線いきましょう恋愛バージョンゲーム詰まったな。今日マリオカートじゃないの。もう終わっちゃう。終わりました。配信終わりですけど。うーん。独走してる。どういうゲームなんですか。はい、このゲームの説明はですね、はい、この中にカードが何枚か入っていて、はい、そこにクイズが書いてあるんですよ、うん、それの数字をみんなで言ってくんですけど、うん、それの平均を取るというゲームになっております。はい、うん、つまり、うん、めちゃくちゃおい説明が得たやろ。あれあれ幽霊通った。あれ今日なんか今日説明頼まれてた。難しいよね。ごめんなさい。頑張って頑張って。これはすごく編集が大変です。そうですね。はいはい、ここら辺にルール説明足しておきます。めっちゃ細かいですよ。全部画面消しちゃっていいんで。画面消しちゃっていいんで。彼女の代わりに僕せいやが説明します。問題は全て数字で答えられます。このゲームではちょうど真ん中の数字を書いたプレイヤーが正解となります。回答の一番少ない数字と一番大きい数字を答えた人がマイナス10ポイントです。自分の命は50ポイント、先に0ポイントになった人が負け。さあ誰が負けてしまうのでしょうか。続きをどうぞ。まあでもやってったのが分かりやすいんじゃないですか、ね、まあ、ね、まあ、見ながら0点になったらアウトになっちゃうんで気をつけていきましょう、うん、はい、はい、じゃあクイズのいい線まで行って9。だらしめたけど独走してるの。独走してるの。はい、やっていきましょう。はい、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。1問目デレン。女性が男性に義理チョコをあげるとき、その一般的な金額は一つ何円でしょうか。さっきのやつ、さっきの出したね。もう一回やんね。義理チョコ、義理チョコか。チョコ、義理チョコにいくらかけるか。なるほど。女性が男性に、女性が男性、義理だもんね。義理チョ、これはもう真ん中いけるでしょ。かけたよ。まあ自分が女の子だとして男の子にギリチョコあげるって考えればいいでしょ。そうそうそう。いやこれ俺意外と自信あるかも。結構ねリアルなとこついた気がする。いけましたか。結構リアルなとこついた気がする。同じ。俺もなんか聞いたことある。なんか結構リアルなとこつけた気がする。じゃあ順番3回目はダメなんだよ。あのね結構3回目はチャレンジャーだぜ。大丈夫、危ないよ。もう飛び込んじゃってるから全部俺ミスってるわ。そう、あ、そう、見えちゃってる。見えてる、見えちゃってる。せーので出しますか。せーの、せーの、はい、110円。うわ、やっちゃった。100円、500円。やっちゃった、やっちゃった。出しすぎじゃない。みんなお金持ち。いいね、いいとこついてる。え、600円だと思った。俺でも、いや、ギリチョコだよ、ギリチョコ。うわ、え、じゃあ、ここで言うと、ケリーフミヤがマイナス10？ え、ちょっと待って。じゃあ、これはなぜ100円なんですか。え、まず板チョコとか100円じゃん。で、あげるってなると意外とね、ハードル高い気がする。そうそうそう、うん、僕今想像したのは大人の女性を想像しました。あー、あーそっちかも。学生で見てた。ちょっと背伸びしちゃった。めっちゃ背伸びしてるやん。うわー、ダメ。じゃあポイント減らしましょうか。はい、減らします。ケリフミヤかな。これはでも見てる人面白いんじゃない。この俺らさ、男性目線の考えるのと、うん、視聴者さんの女性目線でさ全然違うわけじゃん、うん、え、だからこれ見てさ、うわーないよって思う人もいればさ、いや、いるかもしれない。でも分かんない俺らそのね、どんな感じなのか。ギリチョコしかない。え、なんかさ、詰め合わせとか。あー、バラエティパック的なね。そう、でも全部手作りだった。あ、そう、俺もそう、俺もそう。じゃあゼロって書いた方が良かったんじゃない。でも、あれ溶かして、うん、買ってそうそうそう、材料費材料費、材料費で、後付けじゃん、そっち。最初からそう思ってた。ガチだね。おしゃれなやつ作る人とかいるじゃん。いる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 。なんかちょっとケーキみたいな。人のチョコってさ、いい線いってます。人の家の味しない。確かに確かに。クッキーが一番するよね。あー、カルキいくぞ。はい、行こう行こう。いきます。はい、2問目。デート中に手をつなぎたい女性を100とした場合、腕を組みたい女性はいくつ。うわー、どう、何これ。手か腕ってことでしょ。そうですね、多分。うわ、腕組みたい人もいるんじゃない。え、でも手つなぎたいんじゃない。手でしょ。だってさ、やっぱこう、つないだ方がよくない。こうやって100が最大値。そうそう、100人中何人ってこと。そうだよね。え、あなた4だよね、自分で。大体こういう時はこんぐらいなんだよ。こんぐらいで。いや、俺攻めていくよ、じゃあ。いきますよ。いきます。せーの。はい。70。7、7。ほら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 。
30。ねえ、ちょっとまたあ、やばい、ね、やったおぶねじゃあじゃあじゃあ、いや、この10人大事だぜ。え、これ、ま、なに、ここ70。この2人が、あれだね、70マイナス10、マイナス10。うわ、そ7の書き方だね。いや、70はおらんて。でも確かにこのくらいかもしれない、いいやん、実際もう20か悩んだんだよ。うん、20は少ないと思う。そう、20は少ない。あの、20は少ないと思う。やっぱさ、73。うわ、そうそうそう、分かってるね。人生つまんないタイプだこりゃでもさ、あんま変わんない25。いいですか、第3回目デレン、デレン、もう気合入ってますよ。日本全国の中学1年生に今付き合ってる人はいますかと聞いたとき、いると答える確率は何パーセントでしょう。意外と最近の子たちはパーセントか。いやー、中1でしょ。中 1?1 だよ、だって新学期よ、絶対少ないって。 あんまこういうのも言わない方がいい。はい、じゃあもう決めた。俺はもうこれ揺るがない。ちょっと悩むな。どこら辺、どんぐらいなんだろう。僕の時代と違うんだもん。いや、多分ね、今の僕一番低いけど、年多分俺の時代ともまた違う気がする。ま、中1か。俺、あの、刻んできます、僕、今回。俺も刻んだ。うん、僕も刻んでます。はい、刻みました。おっと、刻みにでいくどうですか、みんな書きましたか。せーの、じゃーん。お、お、よかった、よかった、よかった。やばい、やばい、やばい。18、19、11、18、38、38、15。え、そんないなくない。いや、これは多い。これはやばいだよ。多いでしたよ。え、僕これラッキーナンバーなんだけど。知りません。もう、ケビン君また、まただよ。やばい、やばい、全部じゃん。これ、まあでも10%台だよ。悩んだ。20か。あなたの周り多いんですか。ちょっとなんか、あんま覚えてないんだよ、正直。11は絶対少ない気がする。いや、少ない少ない。これちょっと年代合わせた方がいいわ。グミとやりたいわ。これダメだよ。はい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 。どうですか、今は。ケビンさん頑張って。頑張るも何もないの。みんなとは生きた世界が違うの。それだけ。もうなんかジェネギャを見せられてる。ジェネギャ言うな。ちょっと、やばいやばい。なんだこいつ。キンク、うち今年25歳やで。いじってるとかじゃなくて。いじってるよ。楽しいな、このクイズ。面白いね。で、これが自分のナチュラルな考えです。そう、ナチュラル。何も僕スッと書いてますから。ナチュラルに考えて38%多いのは多いよ。多いよ、多いよ、多いよ、多いわ。では、続いての何ですか、質問いきます。はい、質問、クイズいきます。はい、今ゲームに参加している人たちの中で学生の時先生を好きになったことがある人は何人いるでしょう。これもすごいね、学生の時。待って、知らないんだけど。現役高校生なんですけど。何人中とかじゃなくて、何人、この中で何人中じゃない、先生を好きになった。この中で、この中で。そう、いや、これさ、だってこれちゃんと言ってもらうからね。これ数字自分ですって言わなきゃ。だってこれあれでしょ。ダメだよ、みーちゃん見てないよ。オッケー、いいねーよ。はい、オッケー、はい、オッケー、みんなやいきます。せーの、バウ、ゼロゼロ。はい、来た来た、一人でシャーイ、ゼロ。イエーイ。俺らはどうなる。これはそこ二人ともじゃない。二人ともじゃない。二人ともか。よかった、初めて。よかった。これ別に僕考えずに、あの、1やればいいやと思って。うわ、うわ、うわ、ごめんね、これが25だ。ごめんね、やばい。今までガチでやったのが出ちゃった。え、これ実際どうなんですか。いや、ゼロな気がする。ゼロな気がする、うん。先生ってもう先生で見てるから。いや、わか、あの、これが女性だったら、うん、男のかっこいい先生とか、あるよね。女子校とかもあるじゃん。あ、そうそう。そう、確かに。でもわかんない。男子は多分基本ない。先生は思わないよね。確かに。なんか先生ってマインドだから。うん、先生来た。そう。おはようございます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 。次行きましょう。はいはい、次ね。え、ゲーム終わらせたくないでしょ。お前、え、マジで終わらせたくない。じゃあ結構面白い。じゃあケビン基準で考える。ケビンがこう行くなら俺こう行くみたいな。あと2個やったら終わりなんだよ。やばいやばい。ケビンはもう寿命ないんだ。寿命ない。え、じゃあそういうじゃん。違う、それは死ぬだろ。やばい、それ死ぬだろ。やばいや。どんどん掘ってんじゃん、もう。次行きます。はい、ズレン。彼女の服選びに付き合う彼氏、我慢できる限度時間は何分でしょう。じゃあもし自分が付き合わされてやったら、どうし、え、これ結構むずいよね。10分ってむずいな。いや、でもあるわけじゃん。無限に選んでたら
何時間自分が耐えられるか。ああ、じゃあそれでいこう。そういうこと。それで自分が耐えられる時間とか。そう。何時間耐えられる的なね。そう。いや、これでも別に俺そうなんだよ。別にさ、うん、ね、好きな気が済むまでだよ。そのこと言うとまた話は変わってくる。やばいよね。変わってくるんだよ。どうですか。いけた。いきますよ。いいよ。せーの、ドン。うわ、すげえ。一緒だ。待って。ない。一番遠いに決まってんじゃん。やばいよ。ケビン君に合わせたんだって。合わせてないよ。私遅刻に厳しいです。無限はありません。やっちゃってるやん。どくらい？二時間。さすが。五時間、まあ。これはちょっと遊びましたよ僕は。一日で考えた。でかいぞその遊び。その遊び10分ぐらい余裕がある。まあ、これ以上。でもさ逆にしたらさ吐くんじゃない？俺ら。どっちにしろダメだね。まあでもこれがやばいね。ここ限度だよね。はい、いきます、はい、好きだった高校の先輩が卒業してしまうとき、はい、卒業式の日に告白する割合は何パーセントでしょう。わー、これはすごいね。卒業したら終わりですから、ね、すごいよ。終わりです。こっちで受け取ってあります。迷う必要がない。全国の女子高生に行きました。調査しに行きました、昨日。なるほど。昨日行きました。こうだったらかっこいいなって感じ。絶対余裕です。オッケーです。行きましょう。せーの、ドン。88。やばいって。危ねー、危ねー。お、待って、勇気出せよ。いや、8、なんか8%を抜くない？ 8 なんか、待って、無限だって、だって好きなんだよ。じゃあ、なんか、その背中を押すって人も先輩だから。あー、まあね、ハードルはないね。少ないと思う。え、だから行く人がかっこいいなと思って 30%。 逆でしょ。いや、少ないと思うよ。好きなら行けよ。誰とでも行くんだ。でもとりあえず、はい、今の現時点のポイント、はい、はい、僕30点。僕も30点です。20点。10点。30点。まずい。おー、まずい。でもいい感じ。まだこっちは余裕あるから。そう、ね、30ポイントはね。そう、ちょっと冒険してみてもぐらいなレベルではある。まあ誰が10ポイントくれてもいいレベルではあるよ。それ俺知らなかったけど、そういう制度あるの。では行きます。はい、ブレン。付き合っていたカップルが別れた後ただの友達に戻れる確率は何パーセントでしょう。別れ方によるんじゃないんですか。そうなんじゃないですか。まあでもいなくはないと思うんだよね。わかるわかる。そうなんだよ。ただ多くはないと思うんだよ。戻る確率だよね。そうだね。そうだね。うん、もうそんな多くなさそうな。そうだね。そうだね。これマジで多いかもな。いや、あの共感得れると思う。僕も共感絶対得れるわ。俺も調査してきました。僕も調査してきました。俺もしてきました。出ました。はい、行きます。せーの、パン。10%、18%、13%。うわぁ、やめたー。ケビン君、だってさ、気づいて。何、世間的に考えたんだよ。組み取ってよ、もっといろんな人。だって TikTok でめっちゃ流れてくんじゃん。私復習したいですって人は。ねえ、めっちゃわかるわ。ちょっと、めっちゃわかるじゃん。ちょっと詳しいわ。ということでケビンさんが0点になったということで、はい、ケビン君の負けです。ありがとうございました。で、ちなみに一番数字多いのは俺30。俺も30。あ、じゃあ2人じゃない。そうだね。まあこれはほぼね、運ゲーって方だってもうこの、だって全員によるんだもんないから。これ多分ね、ユーマとタケヤだったら。あ、多分。ごめんね、気合わなくて。楽しかった。楽しかった。はい、本当に楽しかった。これめっちゃまだお題あるからね。超あるよね。普通にやりたいね。なんならちょっと気になるし、みんなどう答えるとか。結構ね、面白いのがあるんです。どうやったんね。おまけ問題。おまけ問題いきましょう。バリーズチャンネルが、はい、この後チャンネル登録する確率は。バディーズチャンネルか。見てる方がバディーズチャンネルを登録する確率は。今のカットで、カットで、カットで、すいませんお願いします。いきます、じゃあいきます。3、バディーズチャンネルが、はい、ちょっと、ガチじゃないんだよ。おい、今見てる人たちが、視聴者さんが、視聴者さんが、バディーズを、バディーチャンネルを見てる視聴者さんたちが、この後、バディーズチャンネル、この後バディーチャンネルを登録する確率は、はい、何パーセントでしょうか。これ難しいな。これ難しいけど、ペンが勝手に動くな。じゃあいいですか、皆さん。行きましょう。せーの、100%。無限無限。
してください。登録してください。バイバーイ。バイバーイ。りちゃんでした。